板橋区立郷土資料館は、板橋区の歴史や文化に関わる資料を収集・保管する施設です。また、さまざまな展示会や教育普及事業を通して、地域文化の振興を図っています。令和2年夏、鎧兜や刀をテーマとした伝統工芸展、甲冑刀装、甲冑師、刀剣つかまき師、白金師の歩みを開催しました。板橋区では、鎧兜や刀に関する3名の伝統工芸師が活躍しています。今回はその作品をご紹介します。三浦博道さんは、鎧兜を作る甲冑師。28歳の時、何気なく立ち寄った展示会で甲冑に魅せられ、その道へ進みました。それ以来、類いまれな才能を発揮。国宝甲冑の復元や、徳川家康がイギリス国王へ送った甲冑の修理などを担い、平成19年度に板橋区の無形文化財技術保持者に登録されました。こちらは神奈川県の寒川神社に伝わる武田信玄のものとされる兜の復元品。三浦さんが48歳の時の作品です。28歳で甲冑師を志した三浦さんは、40代までにほとんどの時代の甲冑を制作するという類いまれな才能を発揮しました。その三浦さんでさえも2年以上を要したのがこの兜です。甲冑師の仕事として廃棄された甲冑の材料を使っての新しい甲冑作りがあります。これを三浦さんは小作新装と呼びました。この紫糸すがけ脅し最上堂丸はその良い例と言えます。違う時代の部品を、具体的には中世の兜や江戸時代の銅を一つの甲冑にまとめ上げているのです。このための小技として、吹き返しでのサメ革の使用や大きな前立てなど、三浦さんの得意技が各部位に凝らされています。こちらは三浦さんが30代前半の時の作品、白糸かたくれない脅し腹巻。腹巻とは身軽な簡易的な鎧のこと。三浦さんの腕に惚れ込んだ個人が三浦さんの活動応援の一環として注文したものです。この腹巻は三浦さんにとって記念すべき本格的な中世甲冑第1号であるだけでなく、誰も成し得なかった革命的な作品でもあるのです。続いて、刀剣つかまき師の一ノ瀬種忠さんのご紹介です。刀にはつかがあります。刀を持つときに握る部分です。そのつかを糸や革などで補強・装飾する職人のことを刀剣つかまき師と言います。今回はつか一という屋号のもと、おじいさま、お父さま、そして二人のお兄さまに続き、刀剣つかまきに長く携わる一ノ瀬種忠さんに注目しました。こちらはサメ座屋のこしらえ。種忠さんの技術と作品を区の財産として後世に伝えるためにご寄贈いただきました。このこしらえはもともと種忠さんがお持ちだった時代もの。今回の展示に合わせ、つかまき糸を新しく巻いていただきました。古いつかまき糸が取り除かれ、下げ尾に合わせた色の糸が巻かれています。種忠さんは統一感のある美を目指したそうです。
こちらは塚巻美穂、種忠さんとお父様、そして二人のお兄様で合作したものです。塚巻の型を後世に残そうとお父様の発案で制作したものだといいます。塚巻糸に挟んだ銀の板に一ノ瀬家の屋号である塚一の文字が見えます。最後に白金市の菅原静雄さんのご紹介です。白金市とは金や銀、銅の金属を採掘し刀装具を作る職人のことです。菅原さんは主に葉巻の製作、修理を行っています。葉巻とは刀を鞘の中で固定するための金具です。菅原さんのこれまでの制作数は3000個を超えます。この世界に入り50年を迎えた菅原さん、その技は刀剣界で高い信頼を得ています。こちらは菅原さんの作品、銀一重腰友情葉巻、銀でできています。上部を磨き、下部はヤスリがけの上で硫黄などの薬品で黒くしています。こちらは一重銅葉巻、銅でできています。刃と胸の部分をヤスリ仕上げにした後と金しています。平地は磨いた後に色上げという処理を施しています。色上げとは硫酸銅や緑青銅を溶かした液で煮て人工的に酸化させることを言います。これには後の自然酸化を防止する役割があります。次にコレクション展をご紹介します。令和2年夏、そこに山があった板橋の山岳振興展を開催しました。この展示では板橋の富士港、木曽御嶽港、出羽三山港に関する資料を中心にご紹介しました。富士塚とは富士山を模して作った塚のことです。富士塚に登ることで富士登山と同じ霊験が得られると信じられ、各地に作られました。江戸時代に大きく広がった富士講は浮世絵の題材にされました。招きとは各校舎が宿泊先の玄関先などに掲げ目印としたものです。こちらは江戸時代の板橋宿の住人永田長四郎が富士信仰のために組織した富士永田講の細部の紹介です。こちらは行者が着用した衣服です。輪は腰にぶら下げます。土寺は行者が山小屋に宿泊するときの防寒具として使用されました。令和2年秋、板橋の文化財展を開催しました。この展示では近年登録された板橋区の文化財をご紹介しました。こちらは弥生時代の集落跡が見つかった稲荷台遺跡の出土品、煮炊きを行う亀や貯蔵用の壺が見つかりました。こちらは徳丸本村の名主の家に伝わる安池文書、
将軍の鷹狩りに際し、鳥の餌となるエビツルムシやケラ、虫よけに燃やしたとされる杉の葉、そして石鹸代わりとなる西花地の実を集めるよう鷹の役所から命令された時の文書などがあります。こちらは上赤塚の有力者が残した松戸家文書。江戸時代初期の赤塚村で検地が行われたことなどが記録されています。こちらは現在の板橋区加賀にあった板橋火薬製造所の関係資料。そこで製造された火薬とその容器です。参考資料として宇治火薬製造所の火薬容器も展示しています。続いてミニ企画展をご紹介します。令和2年夏、隣接する板橋区立美術館の展示と連携し、江戸時代と板橋展を開催しました。江戸時代、中山道という大きな街道が整備されると、そのそばの板橋では宿場が発達しました。この展示では主にその街道筋で使用された資料をご紹介しました。金色に輝くこちらの甲冑は金箔押し仏二枚道具足、記念撮影ができるスペースに登場しました。